この番組は名門校に潜入し、強さの裏側に隠された独自のルールや秘密を探る名門潜入バラエティです。慶応久我山って聞いたら必然的にあそこが出てくるな、ね、俺もそう。何地方の人間でもあの高校が何中学ラグビー部、高校ラグビー部、それ一個で覚えてるからさ。バスケット部、すごい声全国出てる。すごい出た、やっぱり国学院久我山。何あと知らない。いやもうめちゃくちゃマジ男子生徒と接続し東京東京なんだこれ。え、こんな、こんな、邪魔します。おしゃ、うわ入ったで、一人で乗り込んでる、えらいな。一人じゃないやろうけど、影が一人やったから。影が一人や。そんなええねん。すごい人数やで。でも1300。お邪魔します。何が有名なの。いやもういろんな部活有名。佐々木修司です。なんか不思議な手の形してますね。偉人だわい。お嬢、はい、強豪校の挨拶。強豪校の挨拶。お嬢、お嬢、ほら、めちゃめちゃ強豪。お嬢、赤本がいっぱいあります。前校に行ったらさ、ごきげんようって言われた。うわー、東大、金持ち女子校だ。ごきげんよう。南関大学の赤本がいっぱいあります。あ、なるほど、学業もすごいんや、国学院久我山は。そうなんよ。東大行ってんじゃん。いや、頭もいいんですね。めちゃめちゃ賢いじゃん。賢いね。さっきから男の子ばっかうな、ね、男の子しかいないんですね。お邪魔します。男子校やん。この教室で女の子いないっすね。悲しいですよ。なんでなんでですか。あそこっす、あっちの校舎。なんで教室別々なんですか。めちゃめちゃカーテンも閉まってるし。なんででしょうね。誰もわかんないですね。この子なんか哀愁あるな。諦めてる全てを。なんででしょうね。もうさっき言ってたあっちの校舎行ってみますか。いや、足りいいな。男性と右折禁止。マジ右折禁止。いや、足りいいな。男性と右折禁止。マジ右折禁止。右行けない。立ち入り禁止とかちゃう。男性と右折禁止って書いてあるんですけど。面白かった。あ、今なら絶対大丈夫ですよ。これなんで右折禁止なんですか。なんで。女子が着替えてるかもしれない。あ、着替えてるかもしれない。着替えてるかもしれない。なるほど、今は大丈夫ってことです。男子がちなみにここ通っちゃったらどうなるんですか。わかんないけど通ることはないのでわからないです。あ、先生、ここ男子が通るとどうなる。知りたい。どうなる、どうなる。いい先生そうだった。誰がどうなる。ちょっと、続いて。通らない、男子は通らないですよ。フォーちゃん大好きです。インスタフォローしてます。 YouTube 見てます。みんな ID 言ってて私もフォローバックしてあげる。一人一人言え。教室にはあの男の子いないですね。いないです。 なんでですかこれは。別学だから。別学です。別学って何ですか。みやちゃんが説明した。みやちゃんね。それは小学とも女子だけが通うって学校ともちょっと違くて、はい、同じ敷地内に男子校と女子校があるイメージ。へー。だからその勉強する場所とか行事とかも全部基本的男女別で行われるっていう学校のカリキュラムシステム。ちょうどいい距離感。まあ、男子校の良さと女子校の良さっていうのがあると思うので、それをうまい具合にバランスを保っているということなんですかね。なんか恋愛はしていいんですか。この恋愛はいいんだ。逆にじゃあこれロミオとジュリエット的な。なんだこれ。こんなやつやられた。こんな感じですか。何も面白くない。高校生戻りたい。今
今の最高やな、何やねんあいつとか言うてて、でもドキドキしてんねんめっちゃおもろいわ、ね、めっちゃおもろい、最高いいわいいわこれどれかミニトールみたいな、スチャンスこれは今何の授業をしてるんですか、はい、はい、これは今オンラインでフィリピンと結びまして英語のスピーキングクラスをやっております。一人一人先生がついてます。今これ皆さん別の人先生、そうなんです、別の人とお話をしておりまして、毎回担当の先生は変わります。今回はですねグローバライゼーションについてだと思うんですけれども、グローバライゼーション、はい、ここにテキストがあります。これがテキストです。これが先生です。自分の前に邪魔しちゃって、あ、サーリー、最近の学校はカフェテリアって携帯出しただけどこれだもん。それ何持ってん、揚げ餃子揚げ餃子、揚げ餃子はどこで売ってんすか。何か部活とかやってるんですか。弓道全国、すごい。弓道の全国行ってるんですか。東京一、東京一、静岡副会長。もうなんか全部やるじゃないですか。この学校で強い部活って何があるんですか。サッカー、五強、五強、五強、野球、サッカー、野球、サッカー。そうですね、いわゆる五強というのがあって、五強陸上競技部の長距離、あとはラグビー部と野球部とサッカー部とバスケ部が五強に数えられる。そんな強いんですか。そうですね、どの部活が一番人気あるんですか。ラグビー部強いです。ラグビー部かわいい、でもかわいいんですよそのスクラム組むところかわいくないですか。あれはもう可愛いか知ってる選手いるの。やっぱり清水健信選手ですね。え、日本代表になったんですよ。健信って名前すごいですよね。あんまり分からんですよ。ただ強い。クラスでもラグビー部はまあいるんですけど、ただまあ部内とかいろいろ制約がある中で、非常にみんなに力を合わせて頑張っているという印象があります。ここでは勝ったけど、やっぱ全国で日本一に持っていくためには、ここ当たる前にできないと意味ないと。OK、よし、餃子もっとあげよう、餃子あげて、餃子かっこいいな、かっこよ、待ってよ。これはラグビー部かな、これは怪我どこ行くんですか。怪我してるやん、これ。あ、何で行きます。お名前をお伺いしてもいいですか。清水健信です。出た、清水さん、はい、清水健信。ラグビー部だけです、この外にグラウンドあるの。まあ野球部、サッカー部とかはこっちの広いグラウンドを半分にして使って、ラグビー部はこっちに移動します。でもちょっとかっこいいよな、あの別のところにある、うん、移動がいいよな、移動かっこいい、移動すんのかな。ラグビーやってるグラウンド、専用グラウンドってことやな。です、ここがこすごいな、高校生でこんなとこで練習できんねん。立派な人工芝、人工芝って言うのすごいな。すごいですね、東京のこんな住宅街のど真ん中にグラウンドがあるってラグビー場って名前ついてる人工芝のグラウンドで日本一狭いんじゃないかっていう、4分の1です。え、4分の1しかないですか。そうですね、タッチラインからタッチラインまでは正規にはあるんですけれど、もうここはもう半分もないので。すごいですね。狭いです、はい。それでも強くなれるのよね。一応あのテープがポールなんですけどあ、そうなん、あれがあれはゴールポストの正規の印なので、ベーシックでいいって言われてるから、ブレイクタックルブレイクダウンやって最後時間余ったら組織ディフェンスでいいんちゃう。メニューは監督が決めるんじゃないですか。いや自分たちで、まあ、なんか今日こんな感じのやって、まあ、大枠は言われるんですけど、まあ、具体的なあれは、まあ、その外部コーチでお願いするか自分たちで考えてやるか。4+1。急に言われて何そうするの、どうするの、どういうこと。10÷2、算数やけずっと答え、めちゃくちゃ盛り上がってる。わかった、ゴーっていうのでかけてみた。計算問題みたいな練習取り入れてますけど、よくやるんですか。やってますね。
何計算問題。奇数と偶数行く方向が決まってて、はい、でリーダーの声に合わせて反応して、なるほどね、まあ、オーゴーと逃げると反応スピードスプリントの練習ですね。さっき同じ。今日は ABCD 分けて ABA 先ウエストでやっていきます。よし。セットワン。キャップ行こう。よし。かっこいいな。かっこよ。高校生の世代の前だあれ。B に上がって。ベースの動きちゃんと復習してゲーム準備でいい。B に上げるって何ですか。あの ABC デーで、はい、ああチーム作って練習してて、それで一人明日のゲームに備えて C チームの子を一人 B チームに上げたっていう。入れ替えみたいなの激しいとかあるんですか。まあ巻くことではないですけども、まあ、試合に向けてとかそれに向けて週始めには全部決めてできるだけこう風通しよくするというか、まあ、競争意識を働かせていかないとモチベーションにもなるし。練習は参加しないですか。細い、でも細い。この子とペースに当たったらとんでもない。なんでですか。サポートになってて、はい、練習のこのマーカーの準備とか試合練習試合とか撮ったり、このここでやる AD とかもこの上から撮って、はい、それをチームの LINE とか動画の共有のアプリに上げたり、練習もやるし、そういうデジタル系もやるみたいな、両方やってます。まあ、だからその1年生でさ、飯食わなきゃいけない人は誰？春。石岡春。朝でいっぱいご飯食べなきゃいけないです。遅いね。いや、でも筋肉あるよ。目安どれくらい食べなきゃいけないの？どれくらい？1日6合です。1日6合くらいだった気がします。目標体重とかあるの？目標体重は、まあ、本当は71です。でけえな。けど、でかいな。まだまだ厳しいです、71。今何キロですか？それって言った方がいいですか？僕今60です。俺の方が重いで、だって。だから、こうならなあかんね。こうならなあかんね。勉強とかってどうしてんすか。実績悪いとこいつが赤点ばっかなんですけど、はい、こいつとかも練習参加できなくなっちゃって、赤点あると練習参加できない。あったんや。どれくらいですか普段は。普段は2時間ちょっと2時間半できればというところだと思います。2時間、はい、朝練とかあるんですか。いや、学校の決まりで朝練はないです。遊びはしちゃいけないことになってます。体作りのウエイトトレーニングとからボールの練習、ボール使ったいわゆるラグビーの練習と、これ半々で、めっちゃ短い、実質1時間1時間ぐらい。こんな短い時間で濃いことやるからね、私立やのに効率がいいというね、マサ、うん、無反応みんな一応聞こえてるけどなもっと大きな声で言えばいいめっちゃ痛そうだ。うわー、痛いよな、これ痛いよ。3、4人で集まってみんな話し合ってます、あ、全体でじゃない。今俺がそうなんだけど、ボールを取るっていうのにちょっと意識すぎて、2人目がまず2人目が入って、2人目がしっかりインパクト与えるってことができて、あのなんかトークって言ってみんなで集まるやつってあれなんだ。あれはやっぱ全体で集まって喋るのもそうなんですけど、やっぱ一人一人が理解することが大事なんで、3人で集まって一人ずつ僕はこういうことを意識したとか、やっぱここはもうちょいこうした方がいいんじゃないかとか、やった方はアウトプットして口に出すことでやっぱ覚えるスピードも速くなる。復習みたいな感じでトーク入れてやってます。自分が喋るってことはやっぱりそれにやってることに対しての集中や理解がないと感想も出てこないので、練習に対するモチベーションとか緊張感ですとか理解力なんかを育んでるってことはあると思いますね。で、目的意識と集中力の部分は絶対条件だと思ってますし、何を意識するかというレベルですね。東京都を目標にしてね、全国を目標にして全国のスタンダードレベルを伝えていくということが大事なのかもしれない。本当に一つ一つを大事にやっていかないと一日を無駄にできないからね。もうこっから1ヶ月半しかないのに一日に無駄にすると本当にまたゼロに戻っちゃうから、しっかり一日一日積み重ねてやっていくようにしましょう。よし、この説教めっちゃされた。よいしょ。一番最後に花園制覇したのはいつなんですか。25年前。もう25年逆に言うと空いてしまったっていうところですかね。今年はどうですか。やる以上は
こだわって狙っていきたいと思います。いやもう優勝します。とりあえず、まあ、一個一個確実にしっかり、まあ、勝ちに行って最後まで、まあ、勝てるように頑張りたいと思います。うわ、なんかやっぱラグビーだけじゃなくてその後の人間も育てていこうとしてるような学校やね、ほんまに。これだからやっぱ部活やらせた方がいいよね、自分のもう子供、子供には。それはな、絶対だと思う。経験してほしい、やっぱこれは絶対に大事。もう部活は人を成長させるね。何わかんねん。